DS PDS。 ヘライスペネルキョットね、プリンスペシャリストのタジです。今日もね、なんかプリンっぽい動画なんですけどね、まあ、僕ね、おじゃる丸のね世代なんで、もう仕方ないんですよねって感じで、今日はね、あのスーピー行くとねあのホットケーキミックスがね全く売ってないんですよね。やばいよね、今ホットケーキミックスもなければベーキングパウダーもないしバターもないから、どんだけ家でねお菓子作りするんだって思っちゃうんですけども、あの買いだめというかね、なんか家にね残ってたホットケーキミックスがあったんで、こちらを使って牛乳と卵の代わりにプッチンプリンでホットケーキ。はい、プリンってさ、もう卵と牛乳やんけ。だからもうこれさえ入れればもうホットケーキミックスね超うまいのができんじゃないかと思ったんでやってきてた。うん、意外にもこの組み合わせってあんまないんでね、どうなるか楽しみですね。マリノちゃんのホットケーキミックス入れましょう。ほっ、もう今めっちゃ貴重ですからね、ホットケーキミックス。では1個プッチンしてみますか。おー、かわいす。おお、ではプリンとホットケーキミックス混ぜましょう。スイーツワンゴッシュ、混ぜて混ぜて混ぜ混ぜミックス。うわ、めっちゃうまそうやんこれ。では油を敷いて、では作り入れます。とりあえず半分ぐらいで、ではプッチンプリンパンケーキいただきとんで。これが成功したらね、今後のパンケーキはもう楽になりますもんね。プリンの香りがね結構して、なんかねバナナパンケーキみたいな感じですね。うまい。プリンはね冷やして食べるもんなんで冷やしました。ではね、いただきとんで。熱しても冷やしてもね、どっちも美味しいっすね。けどね、よく言えばね、いや、別々に食べた方が、美味しいかもね。薄く焼いた方が美味しい。って感じでね、お尻がプリンの方はね、ぜひ作ってみるでしょうか。だねっし、あのしゅう。PDS 株式会社。チャンネル登録、よろしく、よろしく、よろしく。